皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、1989年公開の、ブラックレイン。現代、ブラックレイン。監督はリドリー・スコット。脚本は、クレイグ・ボロキンとウォーレン・ルイス。主な出演は、マイケル・ダグラス、高倉健、松田優作、など。ニューヨーク市警の刑事ニックとチャーリーは、ヤクザの佐藤を逮捕して日本に連行する。しかし目的地の大阪に到着するなり、佐藤は仲間の手によって逃亡。言葉も通じない国で困惑しながらも、ニックとチャーリーは佐藤の追跡を始める。というストーリー。当時の日本のイメージをある意味壊した、特に日本側の豪華キャストが見どころの良作アクション。流暢な英語で話す。高倉健の初登場シーンはかっこよすぎ。さらにこれが遺作となった佐藤役の松田優作が印象的で、その鬼気迫るには完全に主演を食っている。話は日本という要素以外はテンプレながら、ハードボイルドな雰囲気は悪くない。ということで、評価は。Thumbs up.